えー、お二人の今後やりたいことや夢を教えてください。うわあ超難問。のくにないんですよね僕もやりたいことやってるし。そうっすいやそれがでもその答え出すと、うん、結構がっかりされるというか。あそうですがっかりされるの嫌なんですか。いやいいんですけどなんか例えば番組とか仕事としては盛り上がるコメントの方がいいなと思う時あるんですよ。 あとは好きな MC の方と仕事してるときって、その人に喜んでほしいってのはどうしてもあるから、へ、うん変ってこともいいから何か投げたいんですけど、夢とかはマジで、人を説得させたり、納得させるようなものが全然ないんですよね。うんまあ、ね今日、この仕事してることが何なら夢ですみたいな感覚はあるんで、ん今もだって、なん,かなんか10年前の自分に、ひろゆきさんと2人で喋る仕事、お前、将来するぞって言っても。 バカ言ってあ僕もそれあるんですよね。だから、あのそのそビートたけしさんとかいそのテレビタックルに出るぞって、<ー>子供の頃に僕に言ったら絶対信じてもらえないぞっていうのをやってたりして、なん<ー>だろう、この空間っていつも思ってるんですよねおで。こうやって多分、過去の自分に言っても信用されないってことは、もしかしたら、ツイッターとかにうる未来人って本当なんじゃないかなと思うんですよね。俺らが信じないことに。<笑><笑>みんなが信じられないからね。確かに。<laughs> あの確かにそのなんか子どもの頃の自分は信じないだろうなっていうことは多いままですけど、その感覚って変わんないんですか変わんないですねうんよくひろゆきさんがなんか、えーと、生活レベルは一回上げちゃって下げられない人がいるパターン、うううん、よくおっしゃるじゃないですか、はい,はい,はい。多分それの生活レベルとは違う感覚で、自分のレベルが上がってない気がすするんですよあ確かに、あの僕その、大学生にずっと親近感を感じて、あんまり40になっちゃったんですよね。 大学生時代の生活をずっとし続けてるから、はい、なんかずっと大学生だと親近感を持ち続けて、新社会人的な年齢もあり、30なり、40になって、いまだに感じてるんですけど、<ー>彼らは全く僕に親近感を感じないんですよね。えー い<の>今だって影響力ある、うん、インフルエンサーの代表格ないかそなって。今日はあのなんかゴロゴロして好きなことだけやって暮らしてるって意味で、はい、大学生とかニートとか無職って僕はあんま変わらないと思うん。この生活ず,、うん、ずっとしてたので、なので同じところにいると僕は思ってるんですけど彼らは思ってくれないっていう、うん、そういう悲しさが<ー>あ。大学生の感覚は僕も近いかもしれないですね。うん、なんかか将来のこととと漠然と 考えるというかな将来いいことあるだろうなと思うし将来どうなるんだろうなっていう不安もずっと二十歳から変わらずありますね、うん、あじゃあそこは変わらないもんなんですね変わんないですよだからまだ将来のこと将来どうしようかなって思いながら生きてますね <laughs> 何も決めずに <laughs> 僕も決めてないんで、えー